やっぱり銃は好きになれません。煙たいですし、手応えも良くないですし。おやお嬢様、飛び道具なのに手応えとはいかがなものでございましょう。あるんですよ。弾頭が標的を撃ち抜いた瞬間に指の先から脊椎の裏まで駆け巡る壊れたオルガンのような旋律がこう。それは単に充足したサディズムが体を震わせているだけなのでは？そう片付けられてしまうとただの変態ね。ひどいバーよ。人にして人を殺せる輩は皆変態の異常者でございます、お嬢様。待て。どういうつもりだ？こういうつもりですけれども、六原大官、長坂大尉殿です。長坂大尉？進駐軍司令部より派遣された巡察官として、大和軍将兵の不適切な行いを是正することは、私の責務ですの。我が兵が機関に対し、村人の挑発、限度を超えた酷使、作業から脱落した者に対する死刑、いずれも軍士官として適切なやりようではありませんね。そのようなことを機関に言われる筋合いはない。ええ、GHQ の監督の下で最高事業の申請ならばとうに済ませた。許可も得ているけれど、それはあくまで書類上のこと。あなた方の市政の実態を調査し、好ましからぬ事実が発見されたときには状況の悪化を防ぐ措置を取るのが巡察官の職権のうち。バカな。これは試験なのですけれど、民政局への付け届けが足りなかったのではありませんこと。コブデン中佐の胃袋にも財布にも寝台にも、奴の欲しがるものを欲しがるだけ詰め込んでやった。それは確かですか？確かだよ。この事業の予算の1割は奴が一人で食い潰したようなものだ。機関、何も聞かされておらんのか？まあ大変。さよ、今のを聞きまして、私たち贈収賄事件の重大な証拠をつかんでしまったみたい。大変ドラマティックな展開でございます、お嬢様。バカにしているのか、貴様らは。そんなつもりはないのですけれどね。えはばかりながら、お嬢様、客観的に評価いたしまして、我々は大尉殿を遺憾なく小バカにしております。あら、そうでしたの？申し訳ありません。私ったらどうもこういうことには疎くて。目的は？目的？機関の目的だ。とどのつまり何が欲しいのだ？金か、それとも鉱山の利権か。ならそう言え。得た。困ったことね、さよ。会話が通じていません。まことに難儀なことで、いかがでございましょう。ここは一つ大尉殿の脳天に風穴を開けてやって、ちっとは物の道理がわかるようにして差し上げては。それが親切というものかしら。ではそういうことですので、 Please go to your grave。 せっかく村の人たちが掘ってくださった穴、有効にご活用くださいまし。小娘！
ちっちゃ、あれ何？何？武者だと？どこの部隊の者だ？
にかくどけ。この村は俺の管轄だ。どこの武者であれ邪魔立てされるいわれはない。文句があれば古賀中将閣下に申し立てろ。断る。今ここでその首をもらう。反逆か。いや、軍法上の反逆行為には該当しない。六原の指揮系統と自分は無関係だ。何？では、貴様はどこの所属だ？進駐軍か。あの女と同様、売国の輩というわけか。一切の所属は持たない。単なる殺し屋とでも思ってもらえれば結構。殺し屋？誰ぞに頼まれて俺を殺しに来たというのか。それは誰だ。いや、依頼人はいないし報酬もない。殺し屋ではないのか。非営利方針を掲げている。主な活動理由は。それは他の通り魔というのだ。タゲ！なるほど。次からはそうなの。近頃の若い奴らは人を愚弄する手口ばかりが達者か。情けない話よ。面目ない。年長者の若者に対する批判は人類史上普遍だという。甘んじておこう。そうなの？4000年前のエジプトの壁画にも最近の若い者はと書かれていたとか。ふん。見ろ、先手を。飛行して上座を取りましょう。いいな。相手が飛ぶのを待つ。なぜ？俺が先に飛んだ時、後に残すのはこの鉄器だけではない。
先の先まで読んでのことか。時を与えるべからず。一手地層参れ。まずまずの建前だが、他人は読み合いで上を行かれた。そのようだ。様、従軍経験はあるか。先の大戦にて2年ほどフィリピンの密林で村田銃を抱えて過ごした。俺が最前線にいた時間はその6倍だ。若造、二等兵、貴様が放たれの頃から大陸を転戦して磨いた我が剣、見くびってほしくはないな。承知、以後は心する。一つ尋ねる。なんだ、銀星号を知っているか。銀星号、最近富に噂の殺戮魔とやらか。あれがどうしたという。拉致が分かん。開けられん。けれどミド、聞いてはダメ。分かっている。
引いた、押し切れる。些細な手妻だが、こんなものが役立つこともある。腕絡み？引いたな、樹脂。さて、生意気な若造もこうなれば少しは素直になれよう。もう一度問うぞ、貴様は何者だ？すでに言った通り、その命をもらい受けに参った者。理由は一身上の都合。そうか。筋金入りのバカ者にはもう少し荒領事がいるということらしいな。貴様の意地が切れるのが先か、それとも首が切れるのが先か。この尋問法には問題がある。どんな？口が聞けないではないか。そうね、あなたが死ぬ前に向こうが気づいてくれるといいのだけれど。どうするの？人間の英知に期待をかけて、このまままな板の声の真似事を続けてみる？他人を愚かと思い込む者は低能だが、他人の賢さを信じ込む者は無能だという。やめておこう。コイルを回せ。忍びで抜ける。この状況よ、正気？一応そのつもりだ。従え村政、議論のいとまはない。了解。
イン。ヨウ。エンチャントマイナス。流れ変える。おう。若造が！村政、鉄器を捕捉しろ。追尾する。無理よ。何？熱量が限界に達している。これ以上の気候は危険。戦闘は論外。
仕留め損ねたか。今回は仕方ないでしょ。何分にも急なことだったし。その急に対応しきれていれば、最小限の時間で事態の解決が果たされていた。いつものことだが、我が無能が悔やまれる。戻ろう、村正。体調を回復させ、しかる後、了解。お嬢様。赤い虫。Thank you.
村正。何？会話に詰まった。客の礼儀として何か言おうと思うのだが、どうすればいいと思う？え？それは、まあ、時効の挨拶なんかが定番じゃないのかしら。なるほど。良い日和ですね。はあ。他には？そうね、小粋なジョークとか。わかった。大阪城を建てたのは誰だか。大工。他には？ごめんなさい、お願いもう聞かないで。私なんだかだんだんと自分がとてつもなく罪深いことをしているような気になってきて仕方がないの。そうか。おおむね事前調査の通りですね。はい。次はそちら様のお話を伺わせていただきたいのですけれど。ごもっともです。その前に遅ればせながらお礼を申し上げます。宣告は危ないところをありがとうございました。私目からも感謝申し上げます。卒じながらあなた様のお名前は？鎌倉警察署の港影明です。先ほどの行為は一身上の都合による振る舞い、差し出た真似とお咎めなくば頂上、感謝などしていただくには及びません。あらあら、そんなご謙遜はなさらないで。命を救っておきながら感謝はするななんて、それでは私恩知らずの恥知らず者になるしかありませんものね、ばあや。はい、全くでございます。港様、体温ある方とはいえ、お嬢様を防音無知の輩に貶めるがごときはどうかご遠慮願わしゅう存じます。そのようなつもりは決して。しかし無礼を申しました。お詫びいたします。
あら、いけない。申し遅れました。GHQ 民生局の大鳥かなえです。恩人に先に名乗らせてしまって、こちらこそ無礼をお詫びしなくてはなりませんね。ああ、これはさよがうっかりしておりました。村長殿にはすでに挨拶を済ませていたもので。どうかお許しを、港様。私めはかなえの侍従、長倉でございます。ご丁寧に。大鳥中尉殿、長倉侍従殿。しかし、大鳥。港様は警察の方なのですね。はい。司祭あって公式の身分は持ちませんが。あら、やっぱりそうなんですの？過分ながら警察局に武者を要する部門があるとは耳にしたことがなくて、そのあたり詳しくお尋ねしては失礼ですかしら。至極当然の疑問と存じます。しかしご遠慮いただければ幸いです。大和の武者はなべて六原の指揮下に。どうかそういうことにしておいていただきたく、いろいろと触りがありますゆえ。お嬢様。承知いたしました。ぶしつけな質問をお許しくださいまし。先ほどこの村で武者同士の戦闘がありました。しかしそれでよろしくて。はい、ご配慮に感謝します。鎌倉署から来られたということですけれど、この村の駐在の方ではありませんのね。はい、ここへは捜査のため参りました。それもお尋ねしない方がよろしいかしら。いえ、こちらは差し支えありません。自分の任務は銀星号事件の捜査です。は？何ですと？銀星号。銀星号さよ、それは確か。はい、近年関東を中心に大活躍中と聞く無差別殺戮犯のことかと。そうよね。あらまあ、それは大変な。なるほど、それで剣。ど失礼を。ではまさかあのお代官、長坂大尉がその銀星号の正体なのですか？それは違います。しかし彼には銀星号と接触を持ち、ある種の協力関係を取り結んだ嫌疑があるのです。そ不覚にも逃走を許してしまいましたが、後ほど追跡を行うつもりです。ああ、そういうことですの。了解いたしました、港様。私も許される範囲で協力させていただきます。ありがたきご厚意、
感謝に耐えません。どうか遠慮はなさらないでくださいましね。私の職務にも関わることですから。失礼、中尉殿。あなたの職務をお伺いします。先ほどの私とお代官のやりとりはお聞きになりませんでした？近くにはおりましたが、詳しくは。私は民政局から巡察官としてこの村に派遣されたものですの。人々の生活の実情を把握し、問題があれば改善に努めるのが職務になります。巡察官。率直な物言いをお許しいただければ。どうぞ。その制度が実効的に機能しているとは思いませんでした。単に対面を保つ都合上設置してあるだけのものかと。あら、本当に率直な。でもそれはお互い様ではなくて、おまわ…確かに。何もしない、何も見ない、何も聞かない、それが巡察官の慣行かもしれませんが、何もするなとは指示されていませんもの。何かしても咎められる筋合いはなしね、さよ。はい。とはいえ、私の活動が司令部に知られればすぐに召喚されてしまうでしょう。その後であのお代官様が戻ってくれば、村は結局元通り。そういえば代官の部下は。武装解除の上で監禁しております。あの連中を応殺してしまえば、多少代官殿もやりにくくなるでしょうけれどもね。現行犯でないと処刑は難しくてよ、ばあや。と言って監獄に送りつけても一泊二日で帰ってくるでしょうし。事故はいかがでございましょう。監禁していた家屋が不幸な火災で、責任問題が村に行き着く可能性を考えると、どうか。空から隕石が降ってきたのであれば、これはどうにもしようがございますまい。そうね。まあそれはさておいて、ことが厄介になる前に狩猟閣を潰してしまえれば、万事は丸く解決なのです。港様、私もあなたもお代官を捕らえたい。目的は一致、協力は当然と思われません？問題が一点、別の代官が赴任してきてまた同じことになるとも考えられます。長坂隊員は最高事業を黙認させるために民政局へポケットマネーをばらまいたご様子。枠名による事業なら彼個人がそんな真似をする必要はありません。つまりこれは独走。この事業の収益を武器に出世階段を登ってゆく腹なのでしょうね。むしろ事業が軌道に乗るまでは幕府の介入を避けたいはず。上前を跳ねられるだけでございますから。納得です。村としても代官がいなくなり、最高事業が中止となれば最善。そう考えて支障はありませんか？はい、はい、願ってもないことでございます。どうか。はい。代官の部下のことですが、今のところ全てが捕まっているというわけではなく。まあこれはしたり、見逃しがございましたか。正規の兵士はあれで全員だと思います。しかし先ほども申しました、怪し…あら、いけない、うっかり忘れていました。奴らは
今日は朝からどこかへ出かけたようでして、悪運が強いと申しますか。了解しました。念頭に置いておきます。では大鳥巡察官殿、これより自分は任務を再開したく思いますが、行動の自由を認めていただけるでしょうか。もちろんです。私はしばらくここへご厄介になります。支援が必要でしたらその都度ご連絡をくださいまし。恐縮です。それでは失礼します。村長殿、お邪魔いたしました。いえいえ、何のお構いもできませず。年を食ったかよ。俺もあの畜生が。不覚であったの。主らしくもない。小太郎、怪我は大したことはないようだの。打ち身程度か。何より何より、主にもまだ運があるということよ。少し待て、薬をやろう。競争剤もあるがいかがする。飲むか。事情の説明はいらん様子だな。見ておったからの。何もせずにか。はてな、わしに何かできることがあったかの。そらぞらしいことを抜かす。あの場に貴様がおれば、あやつめを打ち取ることもたやすかったはずだ。いいなとは言わぬなの。それでいかがする。何、勢いに任せて巡察官とやらも切ったかね。それはいかんであろう。あの女を殺してしまったら我らは手詰まり。主がいかに GHQ へ拘束しておろうが無駄よ。連中それを思えば主が敗れたはむしろ不幸中の幸いよ。無論殺されては元も子もない。いざという際には手を出すつもりでいたが、お、主は自力で生還したではないか。わしごときの手は無用であったということよ。だからの、あんまり責めてくれるな。抜かせ。まあいい。確かに今回は俺の失策であった。しかし、この先は働いてもらうぞ。無論わしは主に雇われた身ゆえ、御用とあらば受けたまわろう。何をしようかの。歌を詠もうか、それとも絵でも描こうかな。俺が貴様にくれている金は厚生年金か。冗談よ、凄むでない。残念なことに我が家の家訓には無為徒食という言葉がなくての。どう。当たり前だ。本気せがましいわ。貴様とてここで人稼ぎせねば後がない身であろう。お、痛いところをついてくれるの。まさに叱りよ。鹿と務めとを失い、剣までも一度は奪われた我が一族。怪しげな話にでも食いつかぬことには孫らが干上がる。
口の減らぬ。だがそう思うのならば、貴様らにはあの赤い武者を相手にしてもらおうか。ほう、わしに譲るかね、あの村正を。これは意外。主ほどの気概ある男であれば、借りは己の手で返さずに置かぬものと思うておったに。煽っているつもりか。言われずともできることならそうしている。だが翼を砕かれてはいかんともならぬわ。飛べぬか。カジシに直させぬことにはな。カジか。ちまさか奴が俺の頼みを聞くはずもなし。今頃は祝い酒でも煽っているか。休息を取ればそのうち治ろう。貴様らの真打ちと一緒にするな。数打ちはそこまで便利にできておらん。自然修復など待っておっては俺も貴様も寿命が尽きるわ。やれ、それでは仕方もなかろうの。心得た。年寄りの冷や水というものだが、ここは一つ置いてなお盛んなりと言わせてくれようかい。やつは俺の首を取らねばすまぬ様子だった。すぐにも追ってこよう。任せたぞ。おいらくの身を貴様と二人裏寂しい森に沈めるなどごめんなのでな。それはこちらも願い下げよう。言うてはなんだが、主の顔墓の中まで付き合いたいような代物ではないからの。意見があって結構だ。それはともかく、貴様先ほど聞き捨てならぬことを漏らしたな。とは？村正と言ったか。あの赤い剣のことだの。確かか。さて、剣の目利きがわしの仕事ではないでな。見立て違いということもあろうよ。しかし一目見て伝説が歌う村正と断定はしたわけか。そういえばあの男、妙なことを尋ねてきた。銀星号のことを知らんかなどと。ほう。露骨にとぼけるではないか。俺の知らぬことを何か知っているようだ。はてな。貴様が俺の剣に施した妙な仕掛けとでも関わりのあることか。まあよい。いずれにしろことは厄介だ。あれが貴様の言う通り清州村正であろうとなかろうとな、賞賛はあるのか。その心配は無用に願おうかの。陽光村正であろうが明光政宗であろうが、この小太郎の前では同じこと。赤子に等しく無力で可愛いものよ。随分と吠える。貴様らがそこまでの技を秘めていたとは、この俺にして知らなんだぞ。血の気の多い村の若い種などを相手に使うようなものでもないからの。主のような錬磨の猛者が敵ならば出さぬではないが。見てみたいかの。それともそちらの御仁が相手をしてくださるかな。いやいや、いや、そいつは勘弁していただけませんかね。貴様、久しいの、ソリマチ殿。どうもご無沙汰をしまして。ちょうどいい。貴様に使いをやろうと思っていたところだ。はい、それはまあそうでしょうとも。
大殿がおっしゃりたいことはよくわかっております。一応言わせろ、腹にたまる。貴様、民政局とのつなぎは万全だと言っていたのではなかったか。これでどこからも邪魔は入らないと。ねえ、はい、確かにそう申し上げました。コブデン中佐にお引き合わせした折でしたっけね。直に話す機会も必要だろうと、このソリマチの終戦で。だが実際はどうだ、巡察官だと。あんなものをよこさせないための裏工作ではないか。これでは何の意味もないわ。お怒りはごもっとも、大変ごもっともで。しかしですね、大尉殿、コブデン中佐は別にバックレたわけでも忘れてたわけでもないんでして。約束通りのことはしたと。それでこのざまか。通すべきとこにはちゃんと話を通しましたんで。はい、そいつは間違いないです。ただちょいと予想してなかった穴が。巡察官制度なんですがね、あれは民政局の人間が適当に割り振られていくやつで、占領地の実情を把握するための巡察ってのが任務なんですが、表向きのことでしてね、侵略者じゃありませんってカッコつけるためにあるようなもんでして、実際は有給休暇が慰安旅行みたいなもんなんです。何もしないのが暗黙の了解になったんですよ。じゃ、そんなだから中佐も気にはしてなかったんですがね、それでも大和人の注意がここへ巡察に出たって聞くと、使い走りに非公式の伝言を与えて追わせたんですよ。こうして。貴様が？最低。ただそれが間に合いませんでね。着いた時にはもう、あの巡察官がやっちまった後でして。後ほど中佐に連絡を飛ばしておきますが、驚くでしょうね。何もしないのが巡察官の本分だっていうのに、まさか建前の方を押し立てて暴れ回るお人がいようとは。いやはや。伝言とやらは。ねえ、こちらへ来る前に大尉殿との約束がどんなのなんて言えませんから、単純に何もしないでほしいって意向を伝えるだけの内容だったんですがね、それをいいことに白を切られちまいまして、自分は巡察官の職務を果たすだけですと。こうで、そりゃ正論ですからね。こっちと。あの女は何者だ。詳しい話は存じませんがね、欧州のどこかの軍から連盟軍に出向してるんだそうで、そいつは別に珍しくも何ともありゃしませんが。大和人なのだろう。その通りで、名前も大鳥かなえで大和人。もちろん大和語に不自由はなしと、間違いのないところでしてね。司令部での立場は強いのか。いいや、全然。主流の派閥には属してないそうですからね。大和人なら何かで役に立つこともあるだろうってんで、民政局に席を与えられてるようなもんらしいですよ。では今回の件は単なる跳ね返りの独走なのだな。そういうことですかね。始末はどうつける。コブデン中佐に連絡を取って召喚命令を出していただきましょう。いつになる。こっちの連絡は明日中にはつくとして、電話がありゃ一発なんですがね。こんな村に電線が引かれてるわけはないですし、それを受けた中佐殿がすぐに動いてくれたとして、中佐から巡察官への連絡は無線があるはずですんで、巡察官の方でイルスを決め込んだとしても、ま、丸一日とはごまかせないでしょう。その後は再び大尉殿の天下です。ここ数日が勝負ということだの。わかった、よろしく頼む。思えば貴様には世話になりっぱなしだな。 GHQ との折衝に有志の仲介、幕兵以外の駒も入りようだろうと小太郎をよこしてもくれた。そうだの、
ソリマチ殿はわしにとっても剣を取り戻してくれた上に儲け話の世話までしてくれた恩人。めっそうもないことで。成功の暁には報いさせてもらおう。いや、お気持ちだけいただいておきましょうか。ほう、無欲な男だな。それとも俺が成功しようとしまいと貴様らにはどうでもいいのだと、そういうことか。 GHQ の使い走り、ソリマチ一蔵。そう言っちゃ身も蓋もありませんが、ま、要はそういうことですかね。鼻持ちならんやつめ。恐れ入ります。もう一つ聞いておきたいことがある。何なりと。赤い武者は見たか。見え、話は聞きましたがね、誤災難だったようで。何者か分からんか。本人の言を信じるなら六原でも進駐軍でもないらしい。さて、心当たりってほどのもんでもございませんが。なんだ。全国巡察官殿に会いに行った折ですがね、前にちらりと顔を合わせたことのある警官と出くわしましたんで。警官。やたら不景気な面した若い男なんですがね。どういう人間だ。さてね、口も聞いてないんで。ただあれはね、あたしらなんかとはどうも生理的に合いそうにない野郎ですよ。ほっというと。善人です。まっとうな家で教育を受けてきたんでしょうね。それは確かに。わしはともかくとして、主らはの、好きか嫌いかで言えば別に嫌いじゃありませんがね、あたしは真面目に生きてる人間はみんな好きなんで、善玉でも悪玉でもね。今の世の中誰もが真剣よ。遊びで生きていられるやつなどおらんわさ。それでソリマチ殿、つまり。そう決めつけられるほどの材料はないんですがね。ただ最初に会った時から思ってたんですがね、あの男、やっとうの方は相当使いますよ。武者であってもおかしくないほどにか。ええ。警察が武者を抱えているとは初耳だが。念のためソリマチ殿、そやつの人相を教えてくださらんかな。お安い御用で。体調はどう。良好とは言えないが問題はない。装甲は敵へ確認まで控える。奇襲の可能性を考慮すると危険だが、今は熱量の消耗を最小限に抑えたい。そうね。相手に待ち伏せをかけるような余力がないことを祈りましょう。
に祈れる。神仏の恩寵を願える筋合いではない。なら悪魔の庇護でも願えばどう？自分に祈って何の意味がある？私に祈れと言っているのよ。うぬぼれるな、獲物。うぬぼれないことね、手足。気配はあるか？ええ、カカ様の。こればっかりは間違いようのない匂い。正確な位置はわからないのだな。私のあれの気配を捉える能力は剣本来の耳ほど確かじゃないのよ。漠然とした位置以上のことは無理ね。視界内に収めれば特定はできるのだけれど。そちらには反応がないのか？レーダーには。地表で、しかもこの地形ではね。そうだな、愚問だった。地道に探すとしよう。そうね、方角の確認は任せて。コンパスの代わりにはなるということだが、それは助かる。ええ、私も自分の有能さに感動してる。どこかから悲鳴か恨み事でも聞こえてきそうね。いわば招くというぞ。こういう話をしていると本当に？ああ、こんな風かしら。そうだな。大丈夫？問題ない。ねえ。ああ、今本当に聞こえなかった？俺もそのように思う。人の声ではなかったな。そう思うけれど、野犬？もう少し大きい獣のような気もする。方角はわかるか？わかるけど、行くつもり？獣が理由もなく叫ぶことはない。そしてあれは攻撃的な声だった。
人が襲われているのかもしれないという。野獣同士の喧嘩なら相手の声も聞こえてきて良さそうなものだと思わないか。確かに。了解、行きましょう。先導するからついてきて。多分そう遠くはないはず。妙な話ね。村の人たちはあんな獣と共存してきたというわけ。あの体ではとてもこの森の中だけで餌を賄うことなんてできないでしょう。ミド、装甲は？いるまい。
好感など持つべきではないのだが。もういいよ、見物人。武者式の組打ち術ですか。わかるのか。ばあさんに習ったんだ。維新で没落する前はここら辺の殿様だった家の系類だとかでいろいろとな。てめえかよ。その説は。あの時は土下座で、今日は見物か。大したもんだな、近頃の警察は。恐縮です。女性は無用と見えたもので、手出しを控えさせていただきました。言い訳としちゃ上等だ。申し訳ありません。ちっ、でけえずうたいしてやがるくせに。一条さんとおっしゃいましたか。このようなところでお会いするとは奇遇なことです。何かご用事でも終わりですか。一条さん。会話が途絶えた。私に言われても。小粋なジョークか。やめなさい。あやねだ。は。あやねだよ。先方の趣旨はつまり名前で呼べということか。そうね。私にもそう聞こえるけど。一条彩音さんですか。愛らしい良き名前かと思います。しかし面識の浅い身で名前をお呼びするのもぶしつけ。やはり一条さんと呼ばせていただく方が自分としても心苦しくなく。そう。何か一条さん。そっちが名前だ。失礼いたしました。彩音一条さん。自分は鎌倉署の港影明です。くああ、本当に失礼だ。慣れ慣れしく何度も名前呼びやがった挙句に。くそ、
勉強になった。そうね、この場合問題は私たちより彼女の名付け親にあるような気もするけれど、まっすぐに育ってほしいとの願いを込めたのではなかろうか。女の子らしさとかは考えてあげなかったのかしら。それでなんでこんなとこにいるんだよ、おまわり。公務です。あなたは？公務だよ。昆虫採集ですか？なんでだ。カブトムシの幼虫を狙うならそこの腐葉土などが適しています。違う、答える義理はねえって遠回しに言ってんだ、分かれよ。分かりました。無作法な詮索をお詫びします。いちいちイライラさせる野郎だな。そうですか、面目ありません。あのな、こっちが先に聞いたんだよ、何してんのかって。その後でお前が同じこと聞いたからって無作法なわけねえだろ。真面目に答えろとでも言いやいいじゃねえか。それをあっさり頭下げやがって、恥ずかしいとは思わねえのかよ。思いません。なんでだ。自分は公僕です。である以上自分の活動は任務上支障のない範囲で市民の方々に対し明らかにされているべきです。それが開かれた政治というものです。しかし市民は警察に対して生活を明らかにする義務はありません。もし警察がそれを強要するなら基本的人権に対する侵害となります。したがって自分にはあなたの質問に答える義務がありますが、あなたが自分の質問を拒絶するのは自由です。あなたに責められるべき比例はありません。根性ねえくせに口は達者だな。ありがとうございます。褒めてねえよ。墓参りに来たんだ。この近くに小さい村があるだろう。ばあさんがそこの生まれなんだ。墓もそこにある。鎌倉に埋めれば面倒もなかったんだけどよ、遺言だったから。そうですか。鎌倉から村へ行く途中でここへ。ああ、この森は村を間に挟んで鎌倉の反対側にあるはずなのですが。そうなのか。はい。迷子になられたのですか。迷子とか言うな。
沢口まではバスで。ああ。そこから村までは一本道のはず。何首をかしげてやがる。一体どうして迷子になられたのですか。迷子じゃねえ。では。いや、そのほら、なんだ、歩きっぱなしじゃ飽きるから、ちょっと足を止めて景色とか眺めたりすることってあるだろ。あります。それでまた歩き出そうとして、ふと周りを見ると自分がどっちの方角から来たのか分からなくなってるってことも普通にあるよな。ありません。この野郎、きっぱりはっきりと。要するに方向音痴なのですね。要するんじゃねえ。いや、違うからな。ミド、ちょっと。うん。まずいんじゃない？今この森は危険よ。なるほど、確かに。おい、聞けよ。いいか、私は別に迷子でも方向音痴でもなくて、その三次元世界を二次元に矮小化する地図というものの欺瞞に対して科学的義憤を禁じ得ないという。病気回復への第一歩は症状を直視することです。病気？あやねさん、ここからどう進めば村へ出られるか分かり。まっすぐ。芸術的な回答です。困り果てました。お前今心底コケにしなかったか。ここは村から直線距離で約1キロ半ほどの地点です。方角はこちらが北、そしてあちらの方角約8キロに沢口があります。いかがでしょう、現在地の把握は可能ですか。南極ってこっちだよな。なぜそういちいち芸術的なのですか。だから何がだ。わかりました、仕方ありません。この方向へまっすぐ進んでください。そちらに村があります。ああ。良いですか、必ずまっすぐ進むことです。分かったよ。木を避けるときには曲がるけど、それはいいんだろ。ダメです。ダメ？あなたのように芸術的な方はきっとそれだけで迷います。その芸術的ってのやめろ。じゃあどうしろってんだよ。できれば飛び越えてください。できるか。では立ちふさがる木々を粉砕しながら直進するアグレッシブな方針でお願いします。どこのヒグマだ。っていうかそれ森林破壊だろ。そんなことしなくても、あっちにまっすぐ行きゃいいんだろうが。そのあっちがすでに30度弱ずれているので説得力を見出せません。少し勘違いしただけだ。あなたには無理です。淡々とした面で静かに言うな。もういい。じゃあな、一応道を教えてくれたことには礼を言っとく。ありがたく頂戴します。しかしそんなことよりどうかまっすぐ進むことにお気を向けてください。ああ。はい、そのまままっすぐ、そしてその木は蹴り割ってください。うるせえ。時々こちらを振り返って自分がちゃんと真後ろにいるかどうかを確認すると
直進の目安になるかと思われますが。絶対見ねえよ。どう思う？あの娘が村へたどり着けるかどうか。あ、着くんじゃない？明日くらいには。警告の叫びが一度、攻撃の叫びが一度。方角は北西。あず、駆逐の叫びはなし。果てたか、あざまる。ご苦労であったの。さて、敵はすでに我が結界を打ち。となれば、うかうかしてはおれんかな。出迎えてやるとしようかい。いざ参るぞ、上門の城村正。急ぐ。え、そうじゃなくて、いえ、そうなんだけど、あれだけの体、餌がいくらあってもそうそう足りないはず。けれどことさら飢えているようには見えなかったでしょ。確かに。それに飢えていないのなら、どうして人を襲ったのかしら。もしかしてと思うのだけど。あ、あれは誰かが。うえ、ソル。いいえ、剣。いかにも。その柱は合算寿三味と申す。我が一族伝来の一品よ。いかがした？挨拶としてはいささか悲鳴であったかな。どうか大目に見てやってくれ。わしも剣も山育ちゆえ、そうやな振る舞いが染みついてしまっておるで。
ご老人と呼べばよろしかろうか。見ての通り枯れ果てた老いぼれよ。下手な気遣いは無用。この年になるともう若いと世辞を言われても素直に喜べぬでんの。先の戯れは挨拶と受けたまわった。しからば御用向きもおのずと知れるが、さように受け止めて差し支えはありますまいか。なかろうのう、なかろうのう。この老体をしてまいったは雇い主たる代官長坂を守らんがため。となれば無念かな。主と茶を飲み交わす仲にはなれまいて。大官の前で警察を称した覚えはない。そもそもこの素顔も晒していないはず。しかしご老人、あなたは迷わず俺を襲ってこられた。なーに、教えてくれる者がおったまでよ。それは杖を携えた筋者か。確か反町一蔵という。主とは知己のようだの。因縁でもあるのかね。道で行き合った程度の縁。しかしこのような場所で再会する不思議が気にはかかっていた。彼も大官の協力者なのか。鍵用な男での重宝しておる。 GHQ とパイプを持つというだけでも心強い。彼は今どこに。さてどこかの。忙しい男だって。周囲に気を散らすのは結構だがの、わしのことも忘れんでおくれ。それはちと寂しい。せっかく楽しみにしておったのだからの。とは。哀れな村の衆をなぶって回る遊びにもちと飽いておった。歯応えというものがな、どうしてもの。よ、一つお伺いしておくが、大官に加担する理由は。よもや。まさかそこまで暇ではない。金よ。世知辛い話だが金がいるのよ。我が一族はとある名門に仕えておったのだが、この家がしばらく前に世渡りを誤っての、煽りを食って身分から収入まで失った我らに残されたのは、不祖の地といえば聞こえはいいが、雑穀もろくに実らぬ狭い山あいの所領のみ。史跡を追われたと。ならばその剣は。無論没収されるところであったがな、つてを頼ってお上の慈悲をこい、どうにか見逃してもろうた。うん。そこへ現れたのがかの男、反町一蔵での。山掘りで荒稼ぎしようとしている男の話をわしに教えた上、協力するなら GHQ に手を回して剣を取り戻そうと受け合ってくれてな。わしが飛びつかぬはずもあるまい。
そういう次第でな。一族を食わすためには大官の目論みを成就せしめねばならん。である以上、大官の敵はわしの敵。ここであったが100年目となるわけよ。ご事情は理解した。そのためにこの村を犠牲にするもやむなしというお考えか。なんぞつまらんことを言わせたいのかの。弱肉強食だのどうのこうのと、たっての要望とあらば口にせんではないが、言う方も聞く方も恥ずかしくはないかね。まったそのようなことはどうでもよかろうて。港影明殿で確かかな。さあそろそろそちらの雲、村政の恥をわしに味わわせてはくれぬかね。ご老人、いささか知りすぎてはいまいか。この先は太刀打ちにてつかまつろう、合算。迷いの六回、地獄、ガキ、畜生、アシュラ、人間、天人、いざ行かん。悟りの視界、正門、円覚、菩薩に仏、いざ行かん。死して生あり、生して死あり、死とは生なり、生とは死なり、死して実戒、生して実戒。鬼に酔うては鬼を斬る、仏に酔うては仏を斬る。剣の断り、ここにあり。相模足柄は風間谷の小太郎、並びに合算十三味。卑怯の武者村政に、いざ一槍地作戦。風魔、小太郎か。やっぱり。どうした。あれは寄生隊よ、御堂。カカ様と同室の気配。確かか。言ったでしょ、あれの匂いは漠然としかたどれないけれど、目にすれば特定できる。あの剣は間違いなく卵を受け入れている。大官と同じ。ここ大盤振る舞いだな。清少の悪路。よいそらじゃ、そうは思わぬか、港影明。答えろ。銀星号を知っているな。はてさて。東海無用。
しからばこそこの村政を知ったはず。いかにもさよ、あのビキから主のことは聞いておる。可愛がってやってくれと念もろに頼まれてしもうたわい。どこだ、あいつはどこにいる。知らんのう。風に乗り雲と猿、まっこと凡人にはなかなか手の届かぬお人であったゆえ、月の影でも探してみてはどうじゃ。天女の宮はきっとそこいらにあるでな。それか。ミド、これまで。承知。どうしたどうした、いかがした。存外にだらしのない。そんなことでは到底月まではたどり着けぬぞ。いらぬ誤配を痛みゆ。敵機反転、降下態勢に移行、迎撃を。村政、損傷。右脇腹を削られた。損傷は軽微、戦闘続行に支障なし。蝶をかき出されたかと思ったが。危なかったけれどね。もう少し狙われていたら心臓くしざしよ。今の月は。発想とは珍しき構えを使う。年寄りに長丁場しんどいでの、一網で済ませられぬかと思うたが、いや、なかなか簡単には行かぬものよの。立場から用いるとは、人を食った戦い方をする。あなたとは相性が良くなさそうね。かもしれん。だがそのようなこと、ええ、私にはどうだっていいことよ。ならば村政を始めよう。始めましょう、ミド。これは驚き。どこぞの猛禄が有名高き村政と互角に当たり合っておる。いや、わしも捨てたものではないの。それともそちらが評判倒れなのかの。そちらは評判通りのようね、ガッサ。では UFO の息吹を感じる見事な鋼鉄よ。けれど
一つ疑問がある。さて何かな、雲の姫御前。合算火事といえば平安朝末期の清丸を開祖とするはず。でもその剣はとてもとても古い。私平安前期の頃の作と見えるのだけれど、違って？さすがは天下の村正、いかにも名刹の通り。この合算は上巻年間に打ち上げられたもの。やはりね。それがどうして合算を名乗るのかしら。上巻六年、出羽の国合算神社の祭神が十三味を送られた折に打たれたものでの、故に合算十三味。後天皇将門公が合算と並んで出羽三山に数えられる羽黒山へ五重の塔を寄進した時その手に渡り、さらに将門公に仕えた我が家の縁祖伊五の積年へ貸しされたという次第よ。そういうことなら奥州木坂寺の特色が濃く残る、その作り込みも納得がいく。木坂寺は矢尻作りの先駆者という意味で画期的だった。彼らは初めて鋼鉄の工夫による加速性上昇という発想を持ち、先ほどからあなたが見せている見事な足、正直先人の英知には簡単のため息しか漏れてこないわね。そのように持ち上げられっぱなしでは心苦しいの。いいのよ、気にしないで。これから落とすつもりだから。彼らは速度の重要性には気づいていたけれど、そこまで。かかり技の体系化が始まるのは彼らの次の時代から。当時の彼らは旋回性の重要さを明確に知るところまでは達していなかったのよ。足は備前、腰は関、剣に造形あるも聞いたことはある。村正一門は美濃関鍛冶衆の系統、旋回力を駆使する格闘戦でよその後陣は排さない。ぬかったわ。遊びは終わりだ、総集ラッパ。この先の時間は俺がもらう。敵機、叫ぶに悲劇、中破。そして俺は戦ごとに遊びを持ち込むほどの強は持たない。次の一号で落とす。参る。いや、これは確かに戯れが過ぎたようだの。いやいや、いくつになっても説教とは耳に痛いものだて。しかしの、村正よ、主の時間は今ここまで。ここからは再びわしがいただく。そうせぬ。いやいや、
残機三エロ根性状、残機三エロ根性状。何？え？いない。どこへ？待って。今周囲を探査する。いた。日の絵から馬の下、距離400。承知。どこだ？え？そんな反応は確かに。攻撃？どこから？これはどういうこと？私の耳が騙されている。合算のしのぎか。今の発信源は木の絵の神。いかがかな、我が霧隠れの術は。口に合えばよいのだがのう。これほど強力なしのぎがあったのか。初耳よ。クイーンズアーミーがステルスの開発を進めているとは聞いたことがあるが、いくら木坂寺が先駆的だったといっても千年分は先駆けすぎよ。首が自由落下していたところね。ミド、大丈夫？問題ない。それより今、どうして攻撃を察した？探査機能を耳から肌へと切り替えてみたの。当たりだったみたいね。敵の能力はこちらには及ばない様子よ。そうか。さすがに万能ではないか。熱源探査に頼った戦闘は可能か？それは無理よ。有効範囲が狭すぎる。地名打を避けるのが関の山でしょうね。ないよりはいいが。村正。何？やつが消えてからすでに何秒経過した？しのぎは多大な熱量を代償に発動する。強力なものであればあるほど消耗は激しい。姿を消すようなふざけた術を延々と維持しながら天津さえ気候し戦闘する。必要な熱量はどれほどのものだ？法外な桁になるはずね。まともな人間ならとっくに熱量欠乏で墜落、いや投資していなくてはおかしい。同意する。どうもこの相手には
常識が通じぬようだ。どうするの？奴の卵の危険性はどうだ？見たところ、負荷は近そうだったか？いえ、そうね。正確にはわからないけれど、今日や明日ということはないと思う。そうか。この場の敗北を認める。戦域より離脱、後日の再戦を期す。了解。しますよ。だって深く耳を立っていたから見過ごした。浅き夢にし、えいもせず、えいもせず。